どうもクレンです。まずはチャンネル登録をお願いします。さて、最近私が上げた動画の中に山田哲人のホームランボールどうたらこうたらというのがあったと思います。そして、その動画はバズったんですけども、その時に多くの新たな、新規のご登録者がいらっしゃったということで、初めて私のチャンネルを知った方も多くいらっしゃるようなんですけども、以前からね、結構陰謀論的なやばい動画を上げてきて、規制されたり削除されたり様々なことがあって、結局はそういった、おそらく事実であろうと思われても、規制に引っかかる動画は今ほとんど、私の、チャンネルからは消えてなくなっているとは思います。ただ昔から私のチャンネル登録されている方はある程度ね、どういった内容を上げていたか、どういうチャンネルなのかおおむねわかると思うんですが、今回はですね、それを踏まえ、今回新たにご登録いただいた方向けに、ちょっとこういった内容のものを昔上げてたこともありますよというのをですね、お知らせしたいということでございます。今こちらに映っておりますね、がんや、ちょめちょめ剤についてちょっと今回は触れてみたいと思いますが、それについて深掘りをしてしまうとですね、またあっという間に規制されてしまいますので、今回は私が他で持っているチャンネル、メディアブルというプラットフォームに持っている、サブスクのチャンネル、本来有料記事で見ていただいているんですが、今回ある一つの記事だけはですね、期間限定で、無料に設定しておきますので、ぜひぜひ、概要欄から後ほど見ていただきたいと思いますが、その前に簡単に説明しておきましょう。まずこちらは今をときめく AI、 マイクロソフトの Bing という、AI ソフトの画面でございます。例えばそこにこのような質問を投げかけました。日本の死因となる病気ベスト5を教えて。すると Bing はかなり最新の情報を教えてくれますので、ここに表示してくれました。日本の死因ベスト5は以下の通りです。1位悪性新生物、いわゆるがん。2位が心疾患、3位が老衰。老衰なんですね、3位。すごいな。この老衰っていうのはね、やはり一番望ましいものではないでしょうか。そして4位、脳血管疾患、脳卒中、そして5位が肺炎ということになっています。これをですね、他の国で検索するとおそらくまた違った内容のものが出てくるでしょう。先ほどちょっと見てみたんですが、例えば G7 と言われている国々調べると割と1位で多いのが、日本ではこの2位になっている心疾患ということでした。それは今回置いといたとして、で今度はね、ですね、 Google さんでじゃあそのがんを治療するときに使われるこのちょめちょめ剤に関して打つとどうなるのというと、このような表示がされていて、さまざまな副作用が、可能性としてありますよということですね。日本のがん治療といえばもちろん1位がね、そのちょめちょめ剤、2位、おそらく放射線、あとは手術、そういったところではないかと思いますが、その1位のこのちょめちょめ剤に関してはこのような問題もありますよといったことが記載されています。そしてこちら、これがですね、先ほど私が説明したこのメディアブルというプラットフォームに、置いている動画でございます。もともと有料記事ではありましたけども、とりあえず今期間限定で無料にしておきましたので、今回私のチャンネルに登録していただいた方はですね、この情報、すでにこういった情報を知っているかもしれませんが、少なくとも YouTube では
絶対に上げれない内容の動画でございますので、まあ一度確認をしておいてください。とりあえずは概要欄にその URL を貼っておきますので、まあ今なら限定で無料で見ることができますので、まあこのような情報もあるというかね、まあ間違いなくそれが真実でしょうという内容をまとめていますので、まあまとめてるというか、うん、まあ掲載しておりますので、ぜひぜひご覧ください。ということで今回は以上となります。ではまた。